突ないわけですよ。そしたらなんと警報が鳴るんですよ。それでまあ大騒ぎですよ。どうしてくれるんですか。お電話ありがとうございます。おとぎ話お客様サポートセンター丸山でございます。あ、お世話になっております。はい、私サンタクロースというものなんですけど。はい、サンタクロース様ですね。いつも違いますよ、サンタクロースです。サンタクロース様ですね。大変失礼いたしました。お世話になっております。ご存知かとは思うんですけれども、はい、世界の子どもたちにねプレゼントを配ってるわけですよ。そうしましたら先日、はいはい、ちょっとある家庭で、はい、煙突から忍び込もうと思ったところですね、はい、煙突ないわけですよ、はい、でまあしょうがないんで、はい、あの窓から侵入してやろうかなと思ってバーナーで炙って急に冷やしてたりすると、まあ、大きな音が立てないで割れるらしいんでそれやってみたんですね、はい、そしたらなんと警報が鳴るんですよ。あれでまあ大騒ぎですよ。どうしてくれるんですか。はい、あ、かしこまりました。煙突がなくなってしまったので窓からお入り。そうそうそう、はい、だって子供にプレゼント届けなきゃいけないでしょ。そうですよね。かしこまりました。そうしましたら、サンタ様とお呼びしてもよろしいですか。あ、はいはい、はい、どうぞどうぞ。サンタ様、まずですね、はい、あのサンタ様なんですけれども、はい、窓からあの、はい、窓ガラスをバーナーで焼き切らなくても。焼き切ったわけじゃないですよ。大変失礼いたしました。熱くして冷やして、はいはい、なんかこうトンカチでトンって叩くと綺麗に割れるっていう。はい、あの温度差をつけてということですね。そういうことですよ。大変失礼いたしました。そうそうそう、我々の業界では有名ですからね。さようでございますか。舐めないでくださいよ、我々の業界を。大変失礼いたしました。そうですね、その方法でなくても、ええ、あの各お子さんがいらっしゃるご家庭に入れる方法がございまして。そう、どうやって。あの、ま、昔は煙突あったんですけれども、そもそも の, あのサンタ様の起源でいくと窓からあの金貨を投げ入れてなんていうこともあったものですから、お洋服に仕掛けがしてありまして、窓に触れていただくだけでお入りいただけるように、うん、あの今改造されておりますので、そのまま聞いてないよ。大変、そんなの聞いてませんよ。申し訳ありません、ご案内不足で大変失礼いたしました。これは明らかにそっちのミスじゃないの。大変申し訳ありません。今後はあの窓に触れていただくだけであのお入りいただけますので。それってじゃあどこの家庭もそういう感じ、はい、あ、その煙突がない家庭だったら。そうですね、あの お子さんがいてプレゼントを届けるリストの中に入っているご家庭であれば、その仕組みであのお入りいただけるように、はい、今現代版としてなっておりますので大丈夫です。これはあんまり人に言っちゃいけないやつじゃないですか。そうですね、ですのであのここだけのお話にしておいていただければ、あの公にしないようにお願いいたします。そうですか、そうですか、はい、はあ、分かりました、分かりました、はい、ああ良い情報ありがとうございます、はい、あの今までは煙突のあるお宅ですとか、まあ、窓が開いていて窓から金貨投げ入れるだったり、はい、プレゼントを投げ入れるでも可能だった時もあるんですけれども、今、現代なかなかセキュリティが強化しておりますので。ああ、そうですよね、はい、ただですね、万が一あのセキュリティに引っかかってしまってアラームが鳴ったとしても、あの万が一鳴ることあるんですか、その先ほどの窓に触れると入れる方法で。そうですね、あの今なかなかセキュリティも現状あの厳重になっておりますので、例えば室内にお入りいただいた後に鳴ってしまう、システムによっては鳴ってしまう可能性もあるんですが、いやでも室内に入らないとプレゼント置いてこれないじゃないですか。そうですね、ただあのサンタ様基本的にはあの特に大人の目には見えないようになっておりますので。それはそういいこと聞きましたよ。あのあくまでもその業務上でということなので悪用はしないでいただきたいんですけれども。業務上でね、はい、あのいつもの業務上の体でね。そうですね、いつもの制服を着ていただくと見えないという。いつもの制服を着てれば業務上ということでね。そうですね、ですのでその場合万が一アラームが鳴ったとしても、例えばあの誤作動ですとか、例えばそのお宅で飼っているペットの動きに反応したというふうな誤作動にあのごまかせるようになっておりますので、はい、でただその
制服を着た状態で、何か悪用しようとした時には、一応我々がチェックをしておりますので。悪用とは何をもって悪用と言うんでしょう。プレゼントを配るという業務以外でお使いになられた場合には、一応我々のセキュリティがございますので、そちらで検挙ということになりますので。プレゼントを配るついでだったらどうなんですかね。ついでもダメですね。ついでもダメ。あくまで、じゃあなんかあんまり美味しくないね。あくまでプレゼントを子どもたちに配るというその業務だけにお使いいただく設定になっておりますので、はい、お願いいたします。とりあえず今回 の、はい、そのセキュリティが鳴って、はい、警察呼ばれて、はい、逮捕されて、はい、執行猶予がついてしまったんですよ。あ、さようでございますか。はいはい、で執行猶予が3年だったかな。その3年間なんかしたらすぐもうあれですよ、はい、実刑ですよ。あ、かしこまりました。何もできやしないですよ。そうしましたら、その侵入されたお宅の名前ですね、教えていただけますか。確か、はい、山本だったかな。山本さん、ペッコリーノだったかな、はい、山本ペッコリーノさんのお宅ですね。だったかな。はい、かしこまりました。では後ほどそうですね、まあ、こういったケースもたまにあるものですから、対応する部署がきちんとございますので、そちらの方から今回の件に関係された方の記憶操作と、あと、まあ、執行猶予等の件に関してはこちらで対処しておくようにいたしますので。あ、それはありがたい、はい、ありがとうございます、はい、サンタがね、執行猶予付きじゃかっこつかないからね。そうですね、お子さんに対しても夢がなくなってしまいますので。そうですよね、夢は大切ですよ、はい、そうですね、ですのでそのあたりは専門部署の方で後ほど対処しておくようにいたします。ご安心ください、はい、お願いしますよ、はい、じゃあそういうことで、はい、かしこまりました。くれぐれもお願いします、はい、では毎年お疲れ様です、はい、よろしくお願いいたします。はい、ご連絡ありがとうございます。失礼いたします。はい、いつもご視聴ありがとうございます。先日の動画で発表しました電話応対個別相談、こちらオンラインでの面談になるんですけれども、お申し込みいただいた方から弱点が見事に改善され、電話対応が格段に楽しくなったですとか、立場が上の人に注意喚起しなければいけない場面でもお互いにご機嫌で話ができたというふうに、電話応対以外のコミュニケーションにも役立つとご好評いただいております。まだお申し込み受け付けておりますので、ぜひ公式 LINE からご登録申し込みよろしくお願いいたします。お待ちしてます。